はい、どうも皆さんこんにちは、ポルボックスでございます。今回もナイトトゥーレティクルやっていきましょう。前回かなくんのお子さんかなと思しき子が登場したところで終わったかと思います。それではやっていきましょう。まさかかなくんに子供がいたなんてね。うん、バイだったんだね。じゃあハルトくんというらしいです。本当にすいません、父がご迷惑おかけして。はい、律儀だね。かなくんとは真逆の性格、とても真面目な性格をしている子ですね。つまらなかったですよね。いや、割と楽しかったよ。お父さんが賑やかな人だったから。そうですか、それは良かったです。気まずいな。おじちゃんは何の仕事してる人ですか？ゲーム会社の会社員です。そうなんだ。夢がありますね。ゲーム会社の会社員か。私もゲーム好きなんでね、どうなんだろうね、ゲーム好きがゲーム会社の社員になると最悪ゲーム嫌いになったりしない？大丈夫かな。やば、どこのゲーム会社？ハルト君もね、前回ゲーム好きそうだったんで食いつきますよね。憧れの職業なんじゃないでしょうか。任天堂、任天堂、何これ任天堂しかわかんないな。コロプラなんだっけ、そんな感じのあったよね全然俺ゲーム詳しくねえな。あと何、違う、すごい食いついたそのホマスタ作ってるところ、ホマタスか、やば、すごすぎ。前回登場しましたね、そのホマタス。マイナーゲームらしいです。はい、言ってよ。やばい、でも僕はそんなに大きいプロジェクトじゃないからすごくはないかな。何作ってるん？ホマタス、やばすぎる。サインもらっていいですか？じゃあハルトくんがそのいつもやってるホマタスのスタッフロール、エンドロールにのぞむくんの名前が出てきてるってわけか。携わってるからね。サイン、髪ない、背中、いや、どげんしよう。僕サインする機会のない仕事だから、ただサイン書くだけになる、なるんだけど、いいかな。あ、名前ね。かわいいな、いいですね。子供に憧れる職業は大月望むと。本当にただ名前を書いただけになってしまった。まさかサイン求められる日が来るとは思わなかったな。兄ちゃん、あんな俺も将来ゲーム会社に就職するか、プロゲーマーか、実況者になろうと思っとって。あんなね、方言だ日本語つかめなかった。兄ちゃん、あんなって言ってんだよね。問いかけてんだね。あんな難しいな、方言。おじちゃんから兄ちゃんに若返った、尊敬の眼差しだ。作る側もいいなって思っちゃうんけど、やっぱりこの顔やし、顔出しで実況するべきやん。顔に自信があるのはさすが親子だ。かなくんもそんなこと言ってたね。兄ちゃんはなんでゲーム会社入ったん？ゲーム会社って土下座して入るん？教えてください。かわいい。確かにゲーム会社ってどうやって入るんだろうね。どの学校だろうどの大学だろうね。ゲーム会社って言っても、どの学校、どの大学通ってゲーム会社に入るんだろう。狭き門ですよね、多分。プログラマーとかエンジニアとかイラストレーターとか進行とかいろいろあるからな。ハルト君は何がやりたいとかあるのかな。それがな、なんかゲームを仕事にしたいし思っとるけど特にないっちゃ。もう今のうちに決めとった方がいいんやろか。訛りが強くなってきたよな、難しいな。これから見つければいいと思うよ。
僕なんて就職どうしようってなってゲーム会社にしただけだし。マジで？そんなんで入れちゃう？そうなん？天才やん。天才ではないと思うな。やっぱ時代的にイラストレーターやろか。エロい女描いて金もらえるけな、あれは。ああそうか、確かにな。エロければエロいほどな。絵が描けるとできること増えるからね。漫画って道もできるし。確かに。でも漫画ってストーリー考えないとダメだしね。やな。仕事で絵描いて同人でエロ漫画描いて荒稼ぎもあるや。それで YouTube で顔出ししお絵描き講座と配信で高収入とスパチャでがっぽりや。野心がすごい。ディオブランドのような野心。向上心決めた。タンプルは液タブがいいっちパパに言おう。パパのお仕事って何なんだろうね。かなくんの液タブいくらくらいなんやろう。物にもよるけど確か定番のメーカーで安くて5万くらいだったかな。高っ。今持ってる iPad でいいや。エリサのタンプレ2万くらいの爪のやつやんやったんに俺だけ5万はさすがにこすいっちゃ。エリサ発送場の子かな。エリサちゃんへのタンプレが2万くらいの爪。いい子だ。エリサは誰だ。あ、エリサちは俺の姉ちゃんな。姉ちゃんもいんの。え、今かなくん28歳だよね。で、ハルトくんが9歳だよね。え、何歳で産んだの？エリサッチは。っていうか、小学生の誕生日に2万のプレゼントって、カナさん何の仕事してる人なんだろう。本当だよね。兄ちゃんは兄弟おるん？妹が1人いて、2人兄弟だよ。妹もすごい人？僕は全然すごい人ではないんだがな。妹は僕よりすごいかな。やば、どげんすごい人？作曲家っていうかボカロ P って言った方がわかるかな。やば、なんて名前？ハイル。ハイル？ハイルってあのハイル？多分そのハイルだよ。ハイルは天才中学生ボカロ P として一世を風靡した僕の妹だ。結構あれですね、今時風、今時風っていうか。こんなこと言う私が古いのかな。うん、ハイカラなゲームですねこれ。当時楽曲提供なんかで発生したお金が原因で両親が揉めたことがトラウマらしく、作曲を趣味だけにして生きていけるよう音楽に関係ない大学に通う一般人を目指している。一般人を目指すってなんだろう。やばすぎる。このハルトくんの好みにドンピシャな兄弟なんだね。えぐいわ。えぐすぎるわ。自慢の妹だからそう言ってもらえて嬉しいよ。そういえば妹、愛は最初からというか今も結婚に反対してたな。あの子の感覚は鋭いから確かに正解だったと思う。人格もええやん。天才兄弟えぐすぎるわ。俺も今からエリサと天才兄弟目指そうかな。お姉さんと仲良しなんだね。まあ同い年、あ、双子なんだね。生まれてからずっと一緒やし。双子？ええ、誕生日が3日違いで母親が違う。えぐ。闇深。え、誕生日が3日違いで母親が違う。複雑な家庭だ。すごいんだね、かなくんってね。俺、そろそろ帰る。兄ちゃん、遊んでくれてありがとう。お父もそろそろ帰ってくると思う。こちらこそ相手してくれてありがとう。どうした？なんだ？兄ちゃん、あがん女、やめた方がいいっちゃ。わあ、なんかやっぱりそうかもしれない。ハルト君も知ってるってことは。うん、のぞむくんの奥さんとかなくんの元奥さん同じ人かもしれない。
だからハルト君はそののぞむ君の今の奥さんとかな君の間にできた子なのかもしれない。バイバイは意味深な言葉を残し去っていった。あの子も何か知っていたのか。怖いな。さあ夜になってかな君登場。よし、どうも。うちのチビが世話になったな。ずいぶん大きいお子さんいたんですね。ふん、可愛かっただろ。俺に似て素直で顔が良くて頭もいい。俺に似て、そうですね、素直で可愛らしい子でした。いや、母親に似なくてよかった。マジで相当母親嫌われてるんだね。結構やんちゃそうな見た目のかなくんですがね、双子、うん、の兄弟ハルトくんたちはかなくんについてきたんで、このかなくん以上に母親はやんちゃしてるようですね。で、さっきお前の嫁にたまたま、本当にたまたま会ったんだけどさ、会いたくないって。そうですか、会いたくないか。あれから連絡しても返事はないですし、会いたくないって言われてしまうともういいんじゃねそんなんもういいんじゃね。この子と結婚しようぜ。かな君と結婚すればね、うん、のぞむ君を慕ってくれるハルト君もいるしな。どうしようもないですね。薄情なやつだな。かわいそうなのぞむくん。自業自得ですから、全部。のぞむくんは何をしたんだろうね。そんなことないよ。お前は真面目で優しくていいやつだ。飽きられちゃったのかな、そんな真面目な性格に。結構、奥さんのかなさん結構やんちゃな、危ない子が好きなのかな。あいつにはもったいないくらい。なんだろう、オタク文化を嫌っている素振りっていうか、うん、前回そういう態度を奥さん取っているのかなという、うん、描写がありましたので、そもそものぞむくんと性格合わないじゃないのかね、その奥さんは。なんか企んでます？ひど、人が慰めてやってんのに。すいません、ちょっと不気味だったんで。不気味？ひどい、ピエン。俺さ、お前のこと結構好きだよ。ありがとうございます。顔も猫みたいで可愛いし、ゲーム会社で働いてるって聞いたらひょろいオタクとか思ったけど、意外とがっしりしている。そうなんだ。なんやか明かしてますんだよね、うん、お互いの体育ね、体つきは承知してると思うんだよね、うん。結構がっしりしてんの、のぞむくん。スポーツとか筋トレとかもやってんのかな。いいね。なんかやってた？そうだよ、何やってたんだ、興味あるな。高校までサッカーやってましたけど。サッカーか、うん。足つきもじゃあ体幹もがっしりしてるんだな、多分。へえもうまたがってるぞ。あの、何？近いです。近いな、いつも近いな、知ってる、毎晩近いな。相当かなくん、のぞむくんにハマってるんだね。よかった、こののぞむくんの名前変えなくてあのパート1だね、うん、序盤に名前、主人公の名前自由につけれるんですよね、のぞむくん以外に。よかった、適当な名前しなくて全然感情移入できなくなるところだった。かわいい。もっと教えてよ、お前のこと。あの、一旦離れてください。やだ、この光景ハルトくんどっかでチラチラ見てそうだね、うん、あんまり、なんだろ
あの子こういうシーン見ても気まずい気持ちとかならなくて、まじまじと楽しそうっていうか、うん、覗き込んでそうだね。ジョジョの4部に出てくるハヤトくんみたいな感じでね。ねえ、はい、カナなんか捨てて俺にしてよ。それは好き。うん、アプローチを迫られている。好きだよ。どうする？顔が近い。好き。めっちゃめっちゃ来るぞ。そうだった、忘れてた、カナくんは相当なメンヘラだったな。好き。うわ、どうするって言い寄られてあいつやったんだろ。そうなの？図星か。じゃあ奥さんの方からのぞむくんにアプローチをかけてきたんだね。俺は本気だよ。したい。しただろなあ。前回も前々回もしただろ。ダメ？一応確認ですが、何を？お前が今考えていること、色っぽいね、言い回しが。ああ。たまにはキスぐらいでよくない？ね、キスにしようかな今回は。もっとガッツリくるね。溜まってるんだね、息が熱い。ダメ、もっと。もっとエロいのがいい。相当欲しがっているさ。下ピアスってこうなってるんだ。どうなってんだろうね。あれがもうちょっ、なんだ、もうちょっと行くとスリットターンになるのかな。スリットターンってどうやってするんだろう。あの蛇の下みたいに、ペロペロペロってなる。よくうまく説明はできない。朝だ。流れであんなことになってしまった。いつものことだろ。1週間ぐらい経つかな。本日は11月の19日ですね。流されるままになってしまうな、僕の悪い癖だ。今のこの状態もきっと全て僕が招いたものだ。相変わらず食べ物が置いてある。ああ、じゃあこれひょろっと出てってるわけじゃなくて、かなくんが仕事に出かけてるのかな。本当にどんな仕事してるかわかんないね。どうやら朝に出勤する仕事のようです。意外ですね。既読はもちろんついていない。どうしようか、とりあえず仕事か。おつぴよ。ん？もう夜になった？あ、カナさん。はい、カナですけど。やっぱり僕、カナと話をつけてきたいです。いいよ。なんて話すつもり？お前を捨てて、このカナちゃんに乗り換えるってこと？違います。その前に、ちょっと気になったことがあるんですが。何？カナさん。あなた、自殺する気ありました？最初の日に。そうだね、お子さん置いて死ぬ人には見えないです。言動もですけど。どうかな。それより別れるって話？ま、それ以外ないよな。またそらされた。この人は一体何を考えているんだろう。つかめないね、彼の本性が。そうですね、もっと早くこうするべきだったと思います。なんで？僕、カナのこと本当はそんな好きじゃなかったんです。じゃあなぜ結婚までしたんだ？結構どうでもよかったみたいです、カナのこと。最低ですよね。最低。俺がカナだったら泣いている。まさか。結構、え、
のぞむくんもダークネスな性格してんのかな。かなりサバサバしてたぞ。同じことかなくんにもするつもりなのかな。最後の最後に捨てたろうとかね。やば。付き合い始めたのも結婚したのも全部彼女に流されるままでした。断ることだってできました。でも僕は、拒めないだけでした。ぐいぐい来られたんだ。その割には実家に帰ったっていうか別れを切り出したのは奥さんだったってこと？飽き性なんだね。本当のクズはどっちだ。浮気されても怒らないしね。はい、何度も浮気してるのも知ってました。浮気癖があるのか。でもだからといって何も思わなかったんです。怖いな。クズ女 VS サイコパスみたいになってるな。こうなったのも全部初めから僕のせいです。そうだそうだ、早く終わりにしろ。ま、全部お前のせいってわけでもないと思うよ。あいつもあいつでお前に話してないことあるし。さて、いつ乗り込む？俺は今から墓参り行くけど、ついてに来る？墓参りデート。何ですかそれ。とりあえず仕事が終わってからですね。はい、ということで、なんかよくわかんないけど奥さん家行くんだよね。なんかかなくんは墓参りデートしようとしてるけど。またハイカラなデートスポットに行くつもりですね。さあ、だいぶ人物像も見えてきましたね。かなくんには、まあ双子って言ったらいいのか、同い年の兄弟がいます。腹違いの兄弟、母親が違うようです。かなり複雑ですね。何人と付き合ってるんだろうね、かなくんは。ハルトくんと、なんだっけ、エリサちゃん、エリナちゃんだったかな。で、のぞむくんにも妹が一人いて、ハルトくんに兄弟尊敬の眼差しで見られております。で、あと奥さんがいてか、妹さんにも感づかれるほど、そののぞむくんの結婚相手であるかなさんは結構やばい女らしいということが分かりましたね。はい、ということでまた次回お会いしましょう。バイバイ。